おはようございます。おはようございます。お願いします。なんすか。じゃあなんすか。じゃあせっかくなんで。あ、せっかく、はい。あんまでも二人きりでしょ。いや、ないっすよ。あんまり案外ないっす。今ね、一緒によくなる。はいはいはい。好きなテレビの話。うわ大丈夫この二人が好きなテレビの話を。いや、最近ハマってるのが。あ、なんかあるんですか。はい、タイガーも見てるんちゃうかな、はい、水曜日のダウンタウン。いや、だからそれは普通にしたけど、はいはい、安友さんのトーク、やめとくやめとく見てるけど、安友さんの至って真剣です。そう、あ、いや、ほんまにそうやったよ、はい、至って真剣ですなんかもうずっとやってないですか。いや、あれちょっと最近あの取りだめてるのバーって見てたら、あの、はい、師匠と楽屋飯、ああ、はいはいはい、はい、あれめっちゃおもろないですか。ああ、面白いですね。至って真剣です。結構こう芸人同士のお話がね。そうそう、はい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 、はい、最初の頃はあの恋愛島っていうね、あのなんか恋愛リアリティショーをなんかあの、はいはい、無人島でするみたいなやつがやってたんですけど、はいはいはい、それがね急になくなって、はい、ああ、ずっとそれ企画やったんやね。もともとそれが至って真剣ですやったんですけど、そうそう、その企画はいつの間にかなくなって、はいはいはい、そうそう、アンド・ゴンザレスっていうスパンキーのよく一緒にライブやってね、好奇心が出てたんです、はいはいはい、それがなくなってその芸人トークになったんです、ね、ああれそうなんです、はい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 、あれ面白いよね。なんかあの庄司師匠とか、あれ、そう、庄司師匠、庄司師匠っていうか違う、西川、俺なんて、あ、村上庄司師匠ね、あ西川っていう、西川庄司師匠じゃないよ、誰だから西川のりお師匠とか、会とか、あんな真面目に話してる師匠、はいはいはい、なんか芸人が真面目に喋ってるのってやっぱなんか惹かれるよね。はい、おー、はい、いやすごい今更か、結構 YouTube で今そんなんずっとやってないですか、3年ぐらい。あ、まあ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 、ね、でもコロナ禍になってなんかそういう配信が多くなって、確かに確かに、はいはいはい、だからそのこのりさんに師匠の話とかも聞いてみたかったなとかも思いつつ、ああ、いや、なんか師匠の話面白いよね。あで、はい、うん、じゃあこれでこのりさんと師匠と楽屋飯富士にゃんで、いや、ね、でこれ6分ですけど、はい、だからもう1時間、1時間ちょっといやいや、ちょっとそれは大変かもしれんね。松竹でもね、そんな師匠と楽屋飯みたいなやつね、そうやね、 YouTube でもいいからさ、はあ、いや、 おもろいやん。いや、たぶんもう例えば元気さんと、はい、その1、2年目の若手とかでも絶対面白いし、あ、僕はあの朝起き太郎師匠とダイソー見つけて、いやいやいや痛いなぁどんな話するんでしょうね。いや、そうやねん、面白なくても面白いやんそれあかんか、面白なくてもって面白いに決まってるやん。いや、やばそうやねんけど、そうやけど、いや、なんか師匠と接する機会もちょっと減ってきたようにないっすね、今、うん、ほんまにないんすよ。一回そんなしてくれたらね、昼寄せとかあった時喋りやすいし、あ、はい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 、はい、いいかなと思いますけどね。あ、うん、まあ問題は誰も見ないと大問題やった再生数200とかで終わっちゃうよね。安、そうですね、だ誰やろうな、安友さんみたいな人がだから誰ですか、うちやったらそのアルミ缶とかになるんですかね。安友さんやったら、まあ、チキチキさんとかかな。ああ、チキチキさんが MC やってくれて、そこに師匠と師匠とみたいな、そう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 、誰かスポンサーの座がついたらねいいんですけど、まあでもまあみまあね、見たいですけど、うん、誰と喋りたいですか。じゃあ師匠、師匠、はい、二人っきりで、まあ師匠じゃなくてもいいですよ、まあ、あれちょっとした先輩とかでもいいですよね。ああ、ですね、喋ったらそのパピオンさんとか喋ったことないですんで、長美さんですか、長子さんですか、あ、間違えた、千代美さんですか、千代子さんいや、どっちもいいんですけど、どっちに、あ、でも一応一人じゃないですか、一応あの差しやから、はいはい、どっちがいいんですか。どっちがいいかな、今千代美さん、へー、一応、これもう僕ほんまこっちゃなるんですよ、まあ、あの師匠はそれ、ね、ていの師匠、てい、千代美師匠、千代美師匠、なんで千代美師匠と今行きたいんですか。いや、はい、まあツイッターのフォローしてくれたりとかする、むちゃくちゃ浅いいや、なんかお前喋ったことないねん、はい、喋ったことないから喋りたい、いや、何を喋るんですか。違う、喋ろう、お前ね、うん、もうそうやね、いや、それ聞きたいこといっぱいあるから喋りたいとかじゃなくて、うんうん、なんとなく千代美師匠と喋りたいって言ってるってこといや、違う、はい、普段とどうやってネタ作ってるんですかとか、普段何してるんですかとかね、普段好きな映画はとか見ひん、タイガーはいますか、なんか喋ってみたい人。
松竹ですか。そうやね、まあフリーでもいいですけど。え、フリーフリー、まあまあ吉本でもいいですよ。フリーの師匠フリーの師匠フリーの師匠はいないか。フリーの師匠あでもそれやったらホットブラザーズ師匠とかいけるんじゃないですか。なんかその縁をつないでもらったらね、楽器の方と。そうか、楽器の方の話を聞きたいですね。はい、あんのかなと思って。もう楽器の方、はいはい、音曲漫才師の方の定番のボケを全部聞きたいですよ。ああなるほど。はい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 、いやめっちゃいいやん。なんか俺がめっちゃ浅いみたいやん。いや、ずっと浅いやつずっと浅い。だから僕、うん、何やったかな、よく定番でああいう音曲漫才とかをよく見るんですけど、はい、僕もそのパクったりするのが、うん、何曲か聞くんですよ。なんかおでこでピアニカ弾いてるんですけど、はい、そういう系があって、はい、で、僕弾いてほしい曲あったら、うん、何でも弾きますと。あ、はいはい、お客さん、何でも弾きますと言って、ほんでそのなんかどんどんなんかお客さん聞いてほしい曲ありますって言って、うん、でなんか言ってもらったら、うん、いやそれは今日お休みですみたいなやつを言うていくみたいなのがあって、はいはいはい、で3曲か4曲ぐらい聞いて、はい、じゃあ分かりましたと、リクエストをお答えしまして、はい、4曲いただきましたので、はい、それでは間を取りまして、それでは聞いてください北風小僧の勘太郎っていうのを受けるんですけど、あ、いいね、これね、誰かのパクリやったんですけど思い出せないやあかんで、せめて覚えとけよ誰かのまんまやったらこれめっちゃ受けるなって、そうそうそう、もう自分のもんやなってもてんじゃん。もう、はい、パクったの忘れてもてみたいな。もうはい、覚えてないんで僕のものにしてますけど、でもまあでもまあ言っても定番じゃん。いやもちろんもちろん、はいはいはい、そういうなんか聞きたいですけどね。なんかね、なんかこんなこと言うのもあれですけど、まあおそらく先に支払いややるときなら僕のものにそうやね、オリジナルで、まあ、落語家さんとか。そうそう、でも僕そういうの全部こうひっくるめてここね、音曲漫才の意思をちょっと僕がなんかついでいきたいみたいな。うせや、そんなそんなあったんや。まあなるほど、はい、じゃあぜひなんかやりましょうね、はい、繋いでもらって、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。